それでは、え先ほどの問題のところにありました、え BOD 溶石負荷とおで負荷の説明をしていきたいと思います。えー、火星おで方のですね、えをですね、まあ設計するにあたり、え必要な式でもあります。えー、BOD おで負荷ですね、えというものがあります。BOD おで負荷というのは、これは一体何かというとですね、えつまり、えこの、BOD の え、流入濃度かける流量ということになるんですね。え、これが、え、負荷。つまり、あるところに入ってくる、え、負荷ということになります。これを、え、BOD 負荷。つまり、ここの式で言うと、LF かける Q ということになります。で、BOD 溶石負荷というのは、え、まあ、この、バッキ層ですね。バッキ層の、ま、容量があるわけです。え、で、その容量、 当然大きなところでは負荷が大きくても耐えられますし、小さく、小さければ負荷を小さくしないとえ耐えられないということになりますので、つまり単位、溶石あたりの BOD 負荷ということになります。式で表しますと、溶石負荷を LV ということにしますと、先ほどの BOD 負荷ですね、LF×Q。これに溶石で割ったもの。 V で割ったものということになります。で、単位は、えー、先ほどの、えー、問題にもありましたように、キログラムパー立方メートル日ということになります。で、えー、一方ですね、当然ですね、このバッキ層の中に微生物がどれだけいるかということはとても重要なことですよね。えー、BOD、えー、このバッキ層の中に、 微生物が少なければ、その微生物の量あたりには非常に負荷が大きくなるということになりますたくさん心ここの中に微生物がいれば、負荷がたくさん来てもですね、耐えられるということにもなるわけですね。その時に使う式が、この BOD、オデー負荷と呼ばれるものです。BOD、SS 負荷とも言います。どちらも同じことを指しております。式としてはですね、このような式になりますね。 先ほどのですね、式と大変似てみますが、これにさらにですね、B、このバッキ層のですね、の中の微生物の濃度、ここでですね、示してみますが、MLSS 濃度ということになります。混合層ですね、バッキ層内の浮遊物質濃度ということになります。で、この式が与えられるわけですね。で 先ほどの BOD 溶石負荷のこの LV を使えばですね、この LV にさらにこの MLSS 濃度で割ってあげたものということになります。単位はキログラムパーキログラム日ということで、この最初のキログラムは BOD のキログラムで、後ろの、つまり分母側のキログラムは MLSS、つまり微生物の量ということになります。 で、えーまあ、この、えー、流れを覚えておかなきゃいけないんですが、えー、この問題ですね、この計算問題というのは、えー、いろいろな形で出題されることがあります。えー、単純にこの溶石負荷を求めるような問題もあれば、逆に溶石負荷が与えられて、罰、え、気、ー、層の、えー、容量を求める問題や、えー、または流量や BOD 濃度を求める問題などがあります。 で、じゅ、計算で重要なことはですね、単位を換算することなんですね。で、え、この BOD 濃度というのは一般に、え、リグラムパ l i t e で、え、示しております。で、で、え、当然その、え、問題の中にもミリグラムパーリットルの値で出ていますが、そのまま使うわけにはいかないわけですね。なぜかというと、え、他のところが、え、立方メートルという単位も使ってますし、キログラムという単位も、え、 えっと、立方メートルですね。それから、まあ、えぇ、ー、こういう単位を使ってます。単位換算をしなければならないと。で、最終的に求める、えー、負荷がキログラムだということもありますので、えー、ミリグラムパーリットルという単位をキログラムパー立方メートルに変換しなければならない。単位換算しなければならないというところが、えー、ポイントです。えー、簡単に覚えておきますと、えー千 ミリグラムパーリットルが1キログラムパーリッメートルというふうに覚えておくと、えー、素早く計算ができるのではないかなというふうに思います。で、えー、同じようにですね、この BOD 濃度以外にもですね、この LF 以外にも、この、えぇ、ー、溶石負荷のところ、汚、え、れ、ー、負荷のところで使います S ですね、MLSS 濃度。ここもですね、一般にミリグラムパーリットルで与えられていることが多いです。 そういうことで、ここでも大変換算しなければならないということになるわけですね。早速、問題に入っていきたいと思いますが、まずは、BODSS 負荷のですね、基本的なところから説明していきたいと思います。